は私の肉体に対し逆転して落ちる。足の逆へだ。シムーン、一発ずつ命中。これでお前は両腕を失った。心臓のあるべき胸の形は。どう振れ。メビウスの赤、お前の作っているものは。表面を指でたどっていく。さらにズズッと、一度も指を離さず表面をたどっていくと、いつの間にか裏面に入り、一周してスタートした地点に戻る。これが19世紀にドイツの数学者が発見した表裏のない形。彼の名を冠してメビウスの輪と呼ぶ。表があるから裏返る。裏も表もなければ裏返りはしない。裏も表もない無限の輪、糸でなら作れる。それを作ったというのか。我がシームーンの拳を心臓に食らったあの瞬間に。最初にキノコを食べたものを尊敬する。毒かもしれないのにな。ただの幸運なバカがたまたま食べたら大丈夫だったのか。それとも上で追い詰められた必死さが切り開いた発見なのか。ならばその脳に食らって生存していられるのか。